皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7続きをやっていきたいと思います。ちょっとねマイクを変えたので、もしかしたらちょっと声の質とかが、前回と変わってるかもしれないです。で、前回ですね、赤の基板と青の基板を手に入れましたので、まあこれを差し込んで先へ進んでいくということなんですけれども、前回さ、あのテレビ見たじゃん。テレビっていうかビデオテープでハッピーバースデーみたいなことやってたけど、多分ねパーティーとか行ってね、あれをやらされると思うんすよね。ちょっとね前回の動画を見返して、あ、そういうことかっていうのをねちょっと思いましたね。で、おもちゃの手斧とかここら辺はねよくわからんからな、預けちゃっていいかな。で、ハーブはもう預けちゃおう。で、ショットガンこれ2発残ってるんで持ってきましょう。持ってっても多分さほどアイテム欄は圧迫しないと思うんで。で、これでショットガン、ショットガンでしょ。で、まずはどっちのショットガンだわからんこれだけだとわからん。 M37 だから、これをグレネードランチャーにすればいいんだ。こうか、グレネードランチャーにして、あれ、ちょっと待って、こうか。で、ショットガンを持って、これをまず使い切ろう。で、ここがね、もう安全地帯じゃないんで、怖いんだよな。ほら、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 声する、声する、声する、ちょっと待って。来るか？来たな。ほら、どうだ？生きてるか？まだ生きてるか？しぶとい。ん？あ、まだいるか。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、これさ、ハンドガン。ハンドガンで相手できねえんだよ、だから。しまった、しまった、しまった。ん？生きてる？しぶとい。しぶとい。あ、大丈夫か。で、とりあえずショットガンの弾使い切ったから、これは預けよう。うん、まあいいか。結果、オーライってやつだな、いわゆる。あ、間違えた、預けちったよ。そうとして、ショットガンの M21、これを持って、でちょっと、場所はね、入れ替えとかないと、間違えちゃうんで、で、ハンドガンの弾ないね、そうすると。まあ、いっか。ハーブ1個使うか、どうする？うん、黄色くなっちゃってるね。ハーブを1個取り出そう。ハーブ、ハーブ。5個あるから、薬液だいぶいっぱいあるな。これで薬液と、あれ、ここで合成するのってどうするんだっけ。これで合成でこうよし。で、一旦これを使ってで、預けよう。で、あと分離剤でね、バーナーの燃料を分離させたらどうですかっていうのもあったんですけど、まあそれはちょっとピンチになってきたらやりましょう。これ1個ずつ移動すんの？あ、全部移動か、これで。よし。じゃあ、先へ進んでいきましょう。これもういないよね。大丈夫だよな。うわー、行きたくねえ。行きたくねえけど、まずは赤の基板をやって、青の基板。おお、すげえ。開いてしまったー。なんか明るいんだか暗いんだか。上から行くのか？なんだよ、これ。おお。何これ。蛍光塗料的なやつ書いてあるよ。 ETS って書いてあるのかな。プレイ、あ、レッツか、レッツね、レッツ、レッツプレイ、イエーイ、行くぜ。ちょっと待って、そんなハイテンションになる前にちゃんと調べてこう、アイテムが落ちてないか。うわ、後ろは暗いな。よし、行くぜ。うわー、なんだよこれ。これまずあれだな、テレビを見ろ的な。いいだろう、見てやろうじゃないか。
こんなさ、これ絶対画面近くにやってるよね。いや、お前のアップなんて見たくねえよ。どうした？トラブったか？ああ、何これ？これが何かわかるか？スイがこれを何に使う気が知ってる？これが頭なの？頭だったよね、だって D 型被検体。違うんだな。何も特別じゃねえ。この力の方がな、特別なんだよ。わかるか、リーさん。言っとくが、みんながみんな元に戻りたいってわけじゃねえ。何やってんだこいつ。なんだよエブリン、あいつに見せてやってたんだよ。元に戻りたいやつばっかじゃねえって、あいつに教えてやろうと思っただけだよ。ゾイはどうしようもねえバカだ。あいつは俺が戻りたくねえってことを分かっちゃいねえ。親父がお前らを見つける前なんかにはな。みんなが昔に戻りたいわけじゃねえんだ。だからいいさいいか。お前なんかがいくら必死になってこんなボロ屋の中探し回っても、お前が手に入れたかってた材料なんてもう何一つ見つけられやしねえよ。いいさ、血清を作りたいか。ああ、そうだよな。俺んとこに来ねえとな。わかるか。ほら来いよ、こっちに来てみろ。おお、すげえ仕掛けだな。スパイもびっくりだよね。見終わったらこのビデオテープは消去するみたいな。実験場2階か。オートセーブが入ったね。先へ進もう。もう最近ね、オートセーブに敏感だからね。クリアリングを確実にして、まあただ明るいね。明るいといえば明るい。ハンドガンちょっと不安だからな。やっぱりショットガンだな。大丈夫そうだって思ったらハンドガンに切り替えよう。でここはハーブ、よし。なんだ、いやこれ絶対怪しいでしょ。まずはナイフで切って、よし、ハンドガンの弾。これ何、これ絶対怪しいでしょ。どうすんの、ナイフでプスッ。下手。そうだった、そいつのこと言ってなかったよな。いや分かってたっちゃ分かってたけど、ハンドガンで除去しないとダメか。そうすると競争弾はさすがにもったいないからね。こっちだよな。よし、ああ、これね、これをハンドガンでこのくらい離れてれば大丈夫だよね。オッケー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 。なかなかやるね。それに気づくなんて偉いじゃねえか。どうだ、見事なもんだろう。お、結構いっぱいあるね。なるべく離れたところでこれは爆破させたいから、こうかな。気をつけろよ、奴らは凶暴だ。え、出てくんのか。こういう時はショットガンでね。敵が出てきた時にね、ああいうね、爆発に巻き込むっていうのもね、バイオハザードの一つのやり方ではあるんですけど、まあただそういった敵は出てきてないからな。あれってか、これあれじゃん、お宝の写真じゃん。ほら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 、ここ。わかります？いけないな。これ絶対お宝の写真だよ。ん？リペアキット。お、すげえ。リペアキット手に入れたけどさ。どうすっかな。これは、何？二重だね。まずは、上をやるか。で、ここを外したー、もったいない。
で悪い。まあ気にするな。俺の部屋も結構散らかってるからね。あとはちょっとアイテム的なものがないか。一応ゆっくり行かないとね。これは特に関係なし。罠はなさそうだね。罠はないし、アイテムもないかな。くそ、何かの音がした気がするけど、この箱とか怪しくね、マジで。ちょっと待って。一応ナイフで突っつく。よし、ショットガンの弾だ。用意してくれたのかな、これ、あいつが。すげえ優しいんだけど。で、こういう弾とかってさ、回収しとけばいいのにね。E さんの武器になっちゃうんだから。でもまあ、それも含めてのゲームか、きっと。牙のない獲物はつまらないっていう、そういう趣向かな。あれこれ難しい。いっていっていって。ひで、今のはひどいな、ちょっと。騙されたな。完全にやられた。あれ、どっちがどっちだ？で、こっちか。どうする？ハーブ1個手に入れたから使っちゃおうか。一応、ショットガンに持ち替えて、オートセーブが入りの、先が暗すぎる。ちょっと明るい。待て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 。この明るさに。ちょっと待って、マジ前暗いけど、前からいきなりドアってこないよね。え、これどうすりゃいいの？え、どうやって排除すんの？これ無理じゃね？え？これ絶対無理でしょ。え、いや、わかるんだけど、あるのが。行き過ぎるとさ、だって。ああ、あった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 。これ、ほんと大丈夫なのかよ、これ。こっちから行ってみようか。ああ、外した。いて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 。いや、これ無理でしょ。これ、こっからこうやっていけるのかな。あ、いけた。ん？あれって、これはなんだ？あ、アイテムボックスがある。リペアキットはちょっと一回じゃあ預けて。アイテムボックスがあるけど、これ絶対セーブポイントじゃないよね。セーブポイントで爆発するわけねえし。で、これ排除しとこう。なんか後々。面倒なことになりそうだから。そうすると普通のハンドガンの弾欲しいよね。ガンパウダーかな。もうちょっとあればないいんだけどな。体力的には結構きついね。一個使っちゃおう。で、薬液を取り出して、ハーブを取り出して、で、また例によって1個作ろう。で、そこからこれを預けて、で、これ、あ、なんか、あそこか、これあそこか。なるほどなるほど。あれ、閣下だよね。デーモン閣下。これ何？え、大丈夫？いやいや、パスコードがいるんだろ？うん。そうだな、0814はどうだ？いや、嘘でしょ。いや、待て待て。0621だ。あ、待て、違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。は？もう忘れたよ。なんて言った？ 0512 とか。分からん。お、待て待て待て、なに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 、なに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 、ちょ、やめてよ。え、おお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 こえー、すげえ仕掛けだな。ってことは、あいつの言ってた数字は多分デタラメだよね。あ、開いた。え、あっちも行けるし、こっちも行けるし。これ何？またセーブ。こっちにしよう。
こういう箱さ、何なの？大丈夫なの？この箱。つっつく？あー大丈夫だね、薬液。え、これは？おいて。わからん。きっとなんか見分け方はあるんだろうけどな。で、これは？特に何にも入ってなさそうだから閉めると。で、パーティールームのパスコードを探すか。あ、で結局こっちに来るってやつね。どうする？これさ、拳銃をさ1個使うのもな、ちょっとな、もったいないっちゃもったいないんだけどな、見分け方が分かんねえな。この箱、じゃまずこの箱だな。この箱をじっくり観察しよう。こんな箱になってますと。こんな箱になってます。どんな箱だよ。2つ並べないとマジで分かんない。さっき2つ並んでたかな。あー大丈夫だ。通常のハンドガンの弾がないな。大丈夫か。こっちら辺とかさ、なんかさ、マジ意味が分からん。うん、あ、いて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 、え、後ろ？ずるくね？え、どこどこどこ？ちょっと待って。一回距離を取る。一回距離を取って明るいところに来て、ここは狭いね。ほら。一発？よし、一発か。やっぱりね、このショットガンは強いね。さて、そこから、これはあれだね、また線が出てるね。これさ、かがんでいけば大丈夫じゃない？もしかして。大丈夫。あー、暗いなー。ちょっと先にこっちに入るか。ん？ちょっと待って！しまった、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 しまった！うわ、気づいた時にはすでに時が、うわ、ちょっと待って！死んだ？だなし崩し的に食らったな。いや、気づいた時には遅かったよ。どっからだ、そうすると。まあ当たり前なんだけどさ、爆弾めっちゃ食らうよね。あいつがどっから出てきたかな。これどこだ。あ、ここに入るところからか。で、そうするともう分かるっちゃ分かる。ちょっとさ、見比べてみよう。一応ここし、閉じよう。あいつが出てきたからな、ヘドロが。さ、しゃがんで、こんな感じの、こんな感じ。上は上。まあ、特に変わらず、そうすると側面だよな。いや、全く一緒だろ、これ。なんか、デンジャーとか書かれてるとか。で、ちなみに大丈夫だよね、こっち。今度はこっちが爆発するとか。そういうのはない。薬液を取って。で、これはダメでしょ？で、ここも何も入ってなかったでしょ？で、ショットガンに持ち替えて。あ、その前に、これか。で、これは大丈夫。ハンドガンの弾になってんだけど。ランダムか。で、一回ちょっと行って、うわっって声がしたら、後ろ振り向く。で、ここにあれがあるから、そろそろ来るか。ほら、来たね。きちんと仕留めよう。よし、OK。さて、で、ここはしゃがんでいって、で、やっぱこっち入るよね、普通に。で、入って、まだまだ大丈夫か？あった、これか。まずこれ。いって、食らうのかよ。で、あった。
っちから伸びてるか。いや、ここにも伸びてんのか。これしゃがんで、ん？どう伸びてんだ？あれか。よし。で、あと伸びてんのがこれ。これが？ん？どう伸びてんだこれ。これでもこの体勢だったら大丈夫だよね。あそこか。あ、で、あそこもあんのか。ここら辺を結構食らったんだな。あれ？ってかさ、もう、銃なくね？ガンパウダーが欲しいんだけど、ガンパウダーが。こういう時にな。競争弾使っちゃうか。もったいねえよな。あ、大丈夫か。よし。の、あとこれか。OK。これで、排除はできたかな。で、またショットガンに持ち替えて、立とう。絶対怪しいでしょ、これ。ほらね。で、あとここ。アンティークコインか。よし。ま、アンティークコインは全然取っておいていいし、これは？お、ステロイドだ！やった！ちょ、これ開いてんの怖えな。一回閉めて。ここはもう閉めるでしょ？あとは？こういうところ。には特になさそうかな。じゃあちょっとステロイドを使おう。ステロイドを使うとただね、ヒットポイントが全開するんで、これは回復薬用に取っておこう。よし、ショットガンに持ち替えて、結構頻繁にショットガンとハンドガンを持ち替えないといけない。暗いな、暗い。ん？暗いとあれが見えないね。怖い。先へ進めん。あ、いる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 。よーし、OK。あ、いるね、あっちにもいるね。これはちょっと競争弾でいけっかな。確実にヘッドショット。うん、下をヘドロがへばりついてたか。あー、へばりついてんね。まずこいつを排除して、そこからお前も排除だ。ほら、しまったしまったしまった。なんだろう。遅い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 。痛い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 。やばいな。もう一発食らったらちょっとステロイド。でもステロイドってさ、使ってる暇がないんだよね。これも使おう。体力の上限が上がった。で、6発か。まあ、グレランが最悪あるからな。最終兵器グレネードランチャー。まだ声する？もうこっちとかさ、暗すぎて調べらんないかんな。やべえな、この弾数は本当にやばい。どっちだ？こっちじゃないか。ん？どうなってんだ？こっちでいいか？え？とりあえず小屋に入ろう。ああ、ここは安息の地だ。テレビが置いてあるけど。てか、ブラウン管だね。ブラウン管に古いビデオデッキ。で、ちょっと回収できるような回収しよう。固形燃料。え、固形燃料？あ、そうか。グレネードランチャーがつけれるってことか。で、この中に、よし、ショットガンの弾。あとは？これはセーブポイントでしょ？で、これビデオデッキ。だからアイテム的にはこんなものか。じゃあちょっとアイテムボックスを開けて、ガンパウダー1回しまって、固形燃料しまって、これしまって、これしまって、あ、違う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 、あ、いいのか。牽制のコインはこれでしょ。牽制のコイン未だにどうなんだっていう。で、そうとして壊れた
ハンドガンと、あとはリペアキット、これでハンドガンが直せるはず。合成、ハンドガン M19、 よし、弾も込められてるね。威力が高いハンドガン、古びているが使用には問題なさそうだ。ちょっとこれとこれを変えてみよう。これも競争弾とか使えるのか。あれ使えなくねあっちの方競争弾マークないよね。ってことはこのハンドガンはあれだな、罠を解除する用のハンドガンに使用しよう。かといってな、グレランでもな、とっさにグレランを取り出せるようにしておきたいからな。まあ、とりあえずじゃあこのハンドガンにしておく。こういうことが結構命取りになったりするからな、でも。あとは薬液は3つ。ガンパウダーは、どうすっかな、悩むな、悩むけど、まあ、とりあえずこのまま置いとくか。安息の地があるってことは、まあ、いつでもアイテムの補充はできますからね。というところで、じゃあ、今回はここで終了して、次回はこの続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。